坂本武志9月21日から1974年5月10日は日本の俳優。本名は長石武平。松竹鎌田撮影所で軽妙な脇役として活躍し、斉藤虎次郎監督らによる短編喜劇映画に多く出演した。小津安次郎監督作品にも常連出演し、出来心、浮草物語などの木八物では主人公の木八を演じて、 人気を得た。上記以外の出演作品に、カルメン故郷に帰る、煙突の見える場所など。1899年9月21日、兵庫県阿古郡佐古志村に、漁師の父、安吉と母、マスコの5人兄弟の長男として生まれる。佐古志神城高等小学校卒業後、大阪の時計店に勤めるうち、小極祭天活一座の記述を見に行き、 舞台からの呼びかけに、技術の相手として飛び入り出演する。それで、芸人志望が講じ、1921年に、地方巡業の旅一座に入る。1923年、一座が解散し、松竹下鴨撮影所へ仕事をもらいに行ったところ、たまたま校所から川に飛び込む役を俳優たちが、尻込みしているのを見て、即座に志願してやってのけた。これを買われて、同年に、 松、竹下鴨に入社する。役らしい役もつかぬまま1924年に、下鴨撮影所閉鎖で、鎌田撮影所時代劇部に移り、斉藤虎次郎監督の、桂小五郎と幾松、島原美少年録などに、敵役として売り出し、この間に、斉藤監督の際物映画、アーコーの巡査では、当時殺人犯として有名だったお肉まこと。 岩淵熊次郎を演じて話題となった。ニック対比左から斉藤達夫、飯田長子、坂本、ひまもる一。に一。1927年11月5日、鎌田撮影所の時代劇部が廃止され、それに伴って現代劇に転向木戸志郎撮影所長が推進する短編喜劇で斉藤達夫、飯田長子、渡辺厚志らと共に活躍する。特に、 斎藤、小津安次郎、佐々木常次郎監督作品に多く出演し、斎藤監督作品では、浮気性抜、石川五右衛門の法事、熊野八つ切り事件など、佐々木監督作品では、男にご用心、ちょっと出ました三角野郎などに出演する。小津監督作品では、和光度の夢、かぼちや、会社員生活、特艦構造、大人の見る解放生まれては見たけれど、などで、 庶民的な役を器用にこなし、オズ映画に欠かせないバイプレイヤーとして独特の公演を見せた。1933年1月、小林19にともに幹部待群に昇進する。同年公開の出来心に始まり、浮草物語、箱入り娘、東京の宿へと続く、オズ監督の木八物では、 主人公の木八を演じ、下町庶民の愛観を細やかに演じた。短編喜劇以外にも、牛原宇津彦監督、鈴木伝明主演の彼と東京、彼と田園、五所平之助監督のマダムと女房、島津安次郎監督の家族会議、清水博監督の風の中の子供など、多数の作品に出演する。1935年1月、小林、 帯びなた伝え、坪内よし子らと共に幹部に昇格する。戦後は、小津監督の長屋新四六で、再び木八役で登場したほか、木下圭介監督のカルメン故郷に帰るなどに出演。1953年からフリーとなり、翌1954年には、佐野修二らの俳優集団、マドカグループに所属する。1958年には、 東方と契約して映画出演を続け、テレビドラマにも進出した。1966年5月7日、ドラマ、青春とは何だの,の撮影中に倒れて、現役を引退し、1974年5月10日、心不全のため、福岡県宗型郡玄海町の長女宅で死去。74歳没。没後、軍四島随法所を追贈。因は、 小津安二郎監督作品。ありがとうございます。